割と昨日は、いわゆる会議日だったんですね。えー、時、午前中ちょっと授業があって、ちょっとという授業があって、午後1時から、えー、5時半とかまでずっと会議が詰まってたんですね。っていう時があって、で、まあ終わりましたと。で、会議、最後の会議が終わった時に、最後の会議は、うちの身内というか、まあ3人の課長さんがいらっしゃるんで、3人の課長さんといろんな、 まあ来週のある会議あるんですけども、それの打ち合わせ、事前打ち合わせと呼ばれるものをしましたと。で、その3人の課長さんのうちの2人の課長さんが、まあ、用が終わった、用が終わったので、まあ、出て行ったんだけど、1人の方がですね、1人のまあ兄さんが残って、ちょっとその後その、その兄さんに直接関わるような、まあ、業務の話、仕事の話をちょっとずっとしてたんですよね。で、それで、なんていうのかな、あのー、いわゆる仕事の話と、 仕事以外の話の境界線ってちょっと曖昧な時あると思うんですけれども例えば授業中にする雑談っていうものもん例えば僕の場合に、えー、フランス語の文法の話をしていて文法の授業をしていて突然日本語で 例えば「ルパン三世」に出てくる次元大介がかぶっている帽子の素材がゾウアザラシのお腹の皮でできているとかいう話をし始めたらもう完全にこれ雑談だと思うんですけれどもそこまでこう離れてないような雑談ってあるじゃないですか、まあ、雑談っていうのかなで、まあ、そのとにかくその兄さんと話をしていてその仕事の話と仕事じゃない直接仕事には関係なさそうな話をこう行ったり来たりするみたいな感じのことはあってこれがね2時間2時間いかねえか2時間大げさか あ、でも2時間だな。5時ぐらいから7時ぐらいまで、7時まで話してたんですよね。で、なんか、あの気づいたら外が真っ暗になってて、僕はその,あの、5時ぐらいからその兄さんと1対1の話を始めて、時々時計を見てたんで、ああ、ああ、このぐらいになったかと思ったんだけど、ある時兄さん、ふって時計見たら7時になってたから、<laughs> すいません、みたいなこと言い始めたんだけど、で、まあ、もともとこの人は、ちょっとどっちかっていうと、その、 なんていうのか話し始めると話が長い,長いタイプなんですよだけど別にそれが僕は嫌ではな,くないし昨日はそんなにその7時とかなっても別に僕的には困らないっていう状況だったしその話は結構大事な話だったと思うんで、まあ、その話をずっと聞いていて僕の考えもゆったりしていたとでその中でちょっと兄さんが言っていたのは昔に比べるとその職員さん同士での、えー、話というか付き合いというかがまあやっぱり希薄になってるんじゃないか っって言って言いてで、その理由を3つ挙げてたか、3つだけ上げてたんですよね。で、1つは、やっぱり自分が年齢が上がってきたことによって、まあ、20代前半の若手の人となかなかこう話す機会がないっていう,ようなことを本人は言っていたと。で、2つ目は、えっ、ー、と、えー、もともとは、もともとうちの大学のキャンパスっていうのは、 中央棟っていう建物の周りに1から5島までの教室棟があってそれ以外に学食体育館があってでやがて6島ができるんですよね。でつまり全ての事務室っていうのは一番最初は中央棟に集中してたんですよ。 でもそれが東棟ができたことによって、教務課が東棟に移って、学生センターができたことによって、学生部が、学生課が、えー、学生センターの1階に移ったりとかっていうふうにして、もともと中にあった、一つの、ほぼ一つのところに集中していた事務室がこう分散したんですよ。つまり物理的に距離が離れたんですよ。で、物理的に距離が離れたことによって、やっぱ話す機会がなくなったんじゃないか。 っって言って言た、ね、で、3つ目は、まあ、コロナによって、もともとなかった業務が、いろいろ増えたっていう、その時間的な制約っていうのかな、なことをおっしゃっていて、で、その、まあ、コロナに関しては、僕ら、教員もそうだと思うんですけれども、1番目と2番目に関しては、僕らはちょっと違うかもしれないと思っていて、1つは、その年齢の問題は、僕らは、 教室に行くと、そこにいる学生っていうのは、まあ大体が11から、え、11、十一歳ってことねえわ、18歳から22とかぐらいまでじゃない。で、これが毎年同じ年齢の人と話をしているんで、こっちは上がっていくけど、向こうは止まってるわけよ。このサザエさん現象じゃないけれども。それと、えっ、ー、と、距離っていう意味においても、僕ら教室に行くので、まああれなんですよね、その、学生と僕ら教員との間の距離が変わることはないと。で、あのー、まあ、 僕らと事務職員さんとの距離っていうことで言えばこれはもともとその部下室に関係している委員会例えば教務課には教務委員会っていう委員会がありますから教務委員会に出ていれば教務課の職員さんとの距離ってのはいあの縮まるんだけども近くなるんだけどもでも教務委員じゃなくなったらやっぱり遠くなるんですよねでまあそんなことをいろいろ考えていてで僕は これも今まで言ってきましたけど、結構いろんな部下室に直撃するんですよ。直撃して、いろんな相談をこうできるだけ面と向かって話をしたりとかね、するタイプなんで行くので、その昨日そういうことを言われた兄さんに対して、とりあえず内戦電話番号を捨てたらどうですかって言ったんだよね <laughs>。あの、捨てて番号わかんないようにしても行くしかないみたいなこと言ったんだけど、まあどうでしょうね。あの、うーん。 やっぱそのまあお邪魔かもしれないけれども行ってみるっていうことによってね気づくことってのはあると思うし何かこう無駄に見えるものの中から無駄に見えること一見意味がなさそうに見えるようなものの中から生まれたりすることはあるのでで実際昨日2時間話をしたんですけども2時間の話の中であることに,にあることを兄さんが思い出してそれをやろうって話になったんでまあいいんじゃないかなと思いますね。 そんなわけで、えー、職員の皆さんは内線電話番号簿を捨てるのはどうでしょうねという提案です。ほんじゃあまた。